はいどうも、皆さんこんにちは。ヒロと申します。今回の動画は本日12月11日水曜日ということで、明日のメンテナンスで終了してしまうもの、そしてメンテ後に登場する週間選手予想など、ラジオ形式で話していくんで、ぜひ作業中の方も見ていただけると嬉しいです。ということで、早速やっていくんですけど、まず終了してしまうもの、一つ目はガチャ更新ですね。何が終了するかというと、目玉はこのガチャ、ドイツ代表エピックということで、先週の木曜日に登場したルメニゲ、マテウス、カン、この3名の通常エピックが明日のメンテナンスで終了してしまいます。まあ終わると言ってもコラボ記念の方はまだ2週間開催期間はあるんだけど、やっぱりねコラボのデザイン別にいらないなっていう方も結構いたんで、まあ、そういった方は通常が明日で終わってしまうんで、まあ、ぜひ昨日最終評価も投稿していますし、ボスメ育成そしてルーメニゲメイン使用動画、このガチャに関する3本動画投稿しているんで、ぜひそちらもチェックしてみてください。まあ言わなくてもわかると思うけど、ルーメニゲはマジでぶっ壊れなんで、まあ引けるなら引いちゃった方がいいとは思うんだけど、まあ詳しくはね昨日の動画で解説しています。そしてまだまだ終了するガチャがあって、もう一つが J リーグエピックですね。こっちは自分スルーするんだけど、まあ EJ リーグ勝ち入りたい方や川口選手、大黒選手、選手として好きっていう方は明日で獲得できなくなってしまうんで、忘れずに回収しておきましょう。まあ大黒選手に関してはラインブレーカー、そして頻度精度がね最高なんで、ガチスカでも全然やれると思いますし、 EJ リーグトップ目指したいっていう方は補強するガチャはマジであると思います。川口選手がね身長 180cm と能力は優秀なんですけど、やっぱりイーフトにおいて身長がゴールキーパー重要なんで、さすがに評価は高くなんないかな。まああとはいい固定じゃなくてもいいなら、今年もおそらく J リーグ年間最優秀賞ショータイム登場すると思いますし、現役選手欲しい方はそっち待ってもいいんじゃないかなと思います。そして次に終了してしまうガチャは週間ガチャ、まずはチャンピオンズリーグですね。こっち今回引き切ったんだけど、マガリャインスとノイア出なかったんだよね。今回ねこの2人狙いで引いたんですけど、見事に外れた。マルティも強いですし、何よりジョレンテかなりバランスのいい能力なんで、ライブアップで A の時は全然ガチスカ級ですし、まあ、悪くない引きなんだけどね。久々登場のノイアー、そしてマガリャインス、今回超能力優秀だったんで、マジで引きたかったな。スピードも80後半いくし、このレベルの習慣どんどん出してほしいね。なんならもっとね強化してもいいぐらい、ノイアーに関しては相変わらずめちゃくちゃ優秀な能力ですし、バイエルンイベントでこのノイアー相手にいたらマジで嫌だな。あともう一つ週間ガチャ終了してしまうんだけど、こっちはリーグ週間ですね。無料分だけ引いてスルーしようかなと思うんですけど、マラカゼットとかディアロも優秀ですし、まあ、サラもね今回逆足確か上がって登場しているんで、今までサラゲットしたことない方は、まあ、全然今日としてはありなんじゃないかなと思います。まあ、最近サイドのフォーメーション使ってる人少なくなったような気もするんで、完全右サイドしかできないサラは獲得優先度としてはそこまで高くないかな。まあ、どうせまだまだ今シーズン登場するでしょう。そして他に終了してしまうガチャで言うと、リーグセレクショントルコ、あとはプレミアリーグ、スペインリーグ、イタリアリーグ、ここら辺が終わってしまうんで、まあ、プレステ版だとこのハーランド狙いに行って獲得したんだけど、めちゃくちゃ強いですし、まあ、ぜひ無課金美課金とかで、まあ、ショータイムハーランドとか持っていない場合は、まあ、ボックスストライカーではあるんですけど、ほんとハーランドに関しては理不尽感すごいんで、もしコインに余裕があるなら十分獲得する価値はあると思います。あとはスペインリーグのセレクションで言うと、ヘイニュード守備的サイドバックとしてめちゃくちゃ強いですし、あとアルバレスとかね優秀な選手結構いるんで、始めたての方はパック買うよりこのガチャ引いといた方がガットの補強にはなるんじゃないかなと思います。ほんとこの2つは優秀ですね。まあ、イタリアに関してはラウタロめっちゃ強いし、まあ、モラタとか優秀なフォワードもいるんだけど、まあ、さっき紹介したプレミアラリーガのセレクションよりは優先度は低いかなと。まあ、ここまでが明日のメンテナンスで終了してしまうガチャになります。軽くまとめると、まあ、無課金美課金あまりスカッと揃ってない方はラリーガプレミアリーグ、この2つのセレクション結構おすすめで、あとチャンピオンズリーグ週間の方はノイアー、マガリャインス、ジョレンテ、守備的選手としてめちゃくちゃ優秀なこの3名がいるんで、誰か1人出るまで引くとかでもいいんで、コインかける価値は十分あるんじゃないかなと思います。あとドイツ代表エピック通常のデザインの方が欲しい方は、まあ、ぜひ最終評価参考に考えてみてください。そして次は明日のメンテナンスで終了してしまうイベントですね。まあ、ここに関してはいつもと変わらないんで簡潔に紹介していくんだけど、まず対人戦はミランイベントラウンド2、まあ、これクリアしないとラウンド3に進めないんで、ぜひ全員ラウンド2はやっておきましょう。ラウンド3、1試合やるだけでランダムブースタートークン、勝っても負けてももらえるんで、ここはね、やっといた方がいいです。コインももらえるし、あとはキャプツバコラボ記念のゴールデンゴールイベント、ポジトレもらえるんで、ここもやっておきましょう。あと J リーグのテーマイベント、自分もまだやってないんで早くやんないといけないし、あとはオフラインのイベントもタイムアタックイベント、ボリューム1、あとは週間のチャレンジイベント、最後に J リーグのツアーイベント、この3つが終了してしまうんで、ここもしっかりこなしておきましょう。まあ、ボリューム1ね、最初1回やっただけでもうやってないんだけど、7秒933 92万8367位。どんだけやってんのこれ。やばくない？しかもめっちゃ遅いっていうわけじゃないと思うんで、相当な人やってますね、これ。やっぱイーフト人口すごいね。そりゃサーバー重くなるわ。衝撃的なんだけど。まあ、あとは明日で終了するわけじゃないんだけど、ポイント交換所に25コイン、今週も登場してるんで、結構ね、これ、回収忘れてたって方多いんで、ここも覚えてるうちに回収しておきましょう。まあ、ここまでが明日のメンテナンスで終了するまとめになります。あと言い忘れてたんだけど、配信キャンペーン。こちらそのままタップして、動画配信飛ぶと GP とかポイントすぐにもらえるんで、まあ、ここもやっておいてください。そして次は明日のメンテ後に登場する週間選手予想などやっていくんですけど、まあ、今週チャンピオンズリーグ開催中ですけど、おそらくいつも通り1週間くらい来週登場すると思うんで、今週はリーグ週間のみの登場になると思います。まあ、なのでリーグ週間から何名か予想していくと、まず1人目はグリーズマン。先週も来るんじゃないかと思っていたんですけど、結局来ずと思いきや、また今週も大活躍。リーグ戦2ゴールを決めて、しかも2ゴール目が決勝弾アディショナルタイム。これ出さないはずないでしょ。そしてセンターフォワード起用だったんで、まあ、リンクフォワードかラインブレーカーになると思うんだけど、リンクのグリーズマン結構ね登場してるから、来るとしたらラインブレーカー、あとは逆足も上がってくると思うんで、そこも楽しみだね。激アツグリーズマン登場してくるんじゃないかなと思います。そして搭載選手予想2人目がムシアラ。ホッフェンハイム戦後半51分に途中出場していて、そのまま2ゴールと安定の活躍ですよ。しかも今回ムシアラセンターフォワード起用だったんで、週間で登場する場合 CF もしかしたらラインブレーカーとかね、そのあたりで登場する可能性あるんで、そこも楽しみ。もしグリーズマン、ムシアラ、センターフォワードどちらもラインブレーカーとかで登場する場合は、もうこの時点でかなり引き得な週間になっているんじゃないかな。ヒント画像は今の段階で公開されてないんですけど、めちゃくちゃ楽しみ。そして3人目の週間予想がジェイドン・サンチョということで、トッテナム戦1ゴール、そしてチャンスメイク2回しているんで、まあ十分登場する可能性はあるんじゃないかなと思います。まあただトッテナム戦ワンオブザマッチパーマー、そして2ゴール決めているんで、パーマーの方が可能性高いような気もしますけど、ちょっとねパーマーはね一旦休んでサンチョ来てほしい。まあ、サンチョはねウイレの頃からよく使っていた選手なんで、一応今シーズンでヘルシーのローンは終了してしまうんで、まあ一旦ねサンチョ登場してほしいですね。そして今回最後の週間予想がドノバン・レオンということで、試合内容としては PSG と 0-0 無得点無失点で引き分けたんですけど、この選手パリ相手に11セーブよ。直面した大得点 2.38、 ゴール防御数 2.38 ととんでもない活躍していますし、まあいい人のスタンダードでは星2なんですけど、まあ、星4、星5で登場する可能性十分考えられますし、パリ相手にこのセーブ数はどんな強化されても文句言う人いないと思うな。あとゴールキーパーで言うとクルトワもねリーグ戦いいパフォーマンスしていたんで、まあ大穴でそこも期待したいんだけど、さすがに11セーブのレオンの方が可能性は高いんじゃないかなと思います。ということでここまでが週間選手予想になります。ぜひ皆さんの予想もコメントで教えてください。そして他にも明日更新されるんじゃないかというものがあって、アチーブメントキャプテン翼コラボボリューム1、こちらのミッションまだ全然クリアできていないんで、まあおそらく新しいイベント登場するでしょうし、特にねこのピースを獲得しよう、これがあと2つで翼くんのバッジもらえるんで、ここも早く欲しいですし、まあ、ボリューム1ということはミッションボリューム2登場すると思うんで、まあおそらくまた新しいイベントどんと追加されて、現在開催中のドイツ代表エピックみたいにコラボ記念のガチャボリューム2登場してくるんじゃないかなと思います。ここも楽しみですね。まあボリューム2が来ることは公式の生放送でも話していたんで間違いないんだけど、まあそのボリューム2開催する期間12月26日から来るんじゃないかという方もいるんだけど、この12月26はコラボが完全に終了するタイミングなんで、明日か来週どちらかでボリューム2が開催されると思います。まあただ来週開催される場合コラボ期間残り1週間となってしまうんで、まあおそらく明日のメンテ後にボリューム2が開催されるんじゃないかなと思います。新しいバッジとかもねいろいろ追加されてると面白いんだけど、まあそこは明日の更新楽しみにしていきましょう。しっかりメンテ体験配信やっていきます。まあ、こんな感じで今回も明日のメンテナンスで終了するもの、そしてメンテ後に更新されるもの予想やっていきました。ぜひ今回の動画見て忘れていたものや、自分だったらこの選手来ると予想しますとかあればコメントで教えてください。これからもいろんな動画投稿していくんで、最後にチャンネル登録、高評価で応援お願いします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。